ポカイアの古代劇場の遺跡。ポカイアはアナトリア半島西岸にあった古代ギリシア領イオニアの都市。ギリシアの入植者はここから紀元前600年頃にはマッサリア、紀元前575年頃にはエンポリオン、紀元前540年頃にはエレアといった植民地を建設した。古代ギリシアの地理学者パウサニアスによるとアテナイが ポーキス人にポカイアを建設させたとされる。その土地はアイオリスの都市であるキュメ人から譲られたものであり、最後のアテナイオをコルドスの血筋を引く者を王として受け入れることで、ポカイアはイオニア同盟に加盟を許された。現存する陶器から紀元前9世紀にはまだアイオリス人がいたことは明らかで、イオニア人の入植は早くても、 紀元前9世紀の後半のことだろうと考えられている。ヘロドトスによると、ポカヤ人は航海術に優れ、地中海の各地に遠征を行った最初のギリシャ人でアドリア海、エトルリア、スペインの海岸に到達した。さらにヘロドトスは、ポカヤ人はタルテッソスのアルガントニオス王に強い印象を与えたという。王は、ポカヤ人たちにその地に定住するよう誘った。 ポカイア人が辞退すると町の城壁を作るためのたくさんの黄金を与えたとされる。さらに南はおそらくエジプトにあったミレトスの人植民地ナウクラティスト交易し、北は黒海のアミソスやヘレースポントス海峡の北端ランプサクスへ植民したとされる。しかしポカイアの重要な植民地は西にあった。フランスのコルシカ島、アレリア、マッサリア、 スペインのエンポリオンなどである。ポカイアは、リディア王、クロイソスの統治期までは、他のイオニア諸都市同様、リディアの支配下にあったものの自治は維持していた。しかし、紀元前546年、ペルシアの大キロスがリディアを滅ぼし、ポカイアは、ペルシアに支配されることになった。ペルシアに服従するのを嫌って、ポカイア人たちは、キオス島に逃亡したり、 地中海のコルシカなどの植民地に移民した。イタリアに植民地エレアを建設したのはちょうどこの頃のことである。やがて秩序が安定するにつれ、ポカイアに帰還する者も,もいた。紀元前500年に起きたイオニアの反乱にポカイアも加わった。紀元前494年、長い歴史の中で培われた公開術を買われて、 イオニア艦隊を率いてラデオキの戦いに臨むことになった。しかし、この頃ポカイアは緊急しており、イオニア都市国家連合艦隊353隻のうちポカイア艦はわずか3隻しかなかったとされる。イオニア艦隊は敗北し、それから間もなく反乱も幕を閉じた。紀元前百八十年にペルシア王クセルクセス一世がギリシアに敗北し、 アテナイが勢力を伸ばした。ポカイアは、アテナイににタラント三ついで、デロス同盟に加わった。しかし、紀元前412年のペロポネソス戦争では、ポカイアは、他のイオニア諸都市に逆らって、スパルタを応援した。ヘレニズム期、ポカイアは、セレウコス朝続いて、アッタロス朝ペルガモン王国に支配された。さらに、ローマ帝国、ビサンティン帝国、 オスマントルコ帝国とアナトリア半島の支配者のもとにあった。ベネデット・ザッカリーはポカイアを支配してかなりの財産を蓄えた。リディア人に続いてポカイア人はかなり早い時期から貨幣としてコインを作っていた。そのコインは金と金を混ぜたエレクトラムだった。大英博物館には紀元前600年から紀元前500年の間に作られた。 アザラシの描かれたポカヤのコインがある。パウサニアス7.3、10、スティルウェル・ファカヤ・ハーダタス1.163、スティルウェル・ファカヤ・ハーダタス1.6、4、ハーダタス、アカウント・オブ・ザ・フライト・オブ・ザ・ファシャンス、C、1.16468、ハーダタス6.11から12、ハーダタス6.8大英博物館、アーカイブド2007年5月24日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、 ありがとうございます。